なさい。はいさい。はいさい。今回ですね、はい、前回俺と春男と336で無人島に行ったんですよ。無人島で何日まで生きれるんだいって言って約10日間ねいたんですけど、はい、その時の装備もトイズリザオとかだったんですよね。あ、最低限ってことですか。なかなか寝れなかった、寝られなかったんですよ、はい、竿がしょぼくてあまし遠投もできなくてでかい浮きもなくてということで、今回は最強装備を持って、無人島に1泊2日、行こうと思います。はい。で今夜の12時で1時までが干潮と、それまでにねこちらフル装備っすね。フルすぎた。やばい。フルこれ1ヶ月するのかっていうそれぐらい荷物持ってきてますね。石垣都遠征より今回竿入ってると思う。ロッドケースパンパンなのに。やば。釣り具屋っすか。またこっちは別の竿と、一応深瀬竿とあれが入ってます。エギング竿2つもね。サマーベッドも持ってきてますね。こちら調理器具もね。で蚊取り線香からね、カップラーメンからもいろいろ完璧ですね。これ何回往復するかな。3回ぐらい往復するかもしれないですね。しかもこっから 2,3 キロあるからね。大変だぞこれワクワクしてきましたね。あっちに無人島ありますね。で、干潮で今渡りなんですよ、はい、おっしゃ。おぼ、これ息はね何回か往復して大変かもしれんけど、全部運び切ったら快適マイライフが待ってます。帰りもあるよはい、たどり着きました。ここっすね。すごいポイントだ。やば。はい、ここそうだね、あんた。はいはい、よいしょ。よっしゃ。はい、到着。わー、着きましたね。大変だった。やばい、道のりがすごすぎた。みんな頑張った。こちら荷物、ね、あの巨大なクーラーボックス大変でしたね。あれやばい。帰り3倍ぐらいになるっすよ、バッカン。うん、間違いない、ね、GT3 枚釣るから。あとマクブも7畳が5匹は釣るから。あ、いやあとサメも釣るからな。大変っすね。やりすぎてすいません。確かに、こんな大口叩いといて、こんなのだけで帰るとかあり得るからね。ちょっとあまりハードルを上げずにね、とりあえず目指せ40センチ間違いない。超控えめになってしまった。ちょっと控えめにね。でもね、最近学んだんすよ、沖縄本島で魚釣るの難しいなって。お、気づいとった。ついにこっちの魚マジ大学生レベル。鈴の方がで、ここはね、あましポイント入ってないんですよ、はい、知られてないとこで、うん、船渡しもないんですよここね。なので、ちょっとここ期待できますね。はい、あんま釣れてないんですよね、魚が。ちょっと今日はね、はい、打ち込みとかやめて、もう夜中の3時半なんですよ、はい、今日はね、朝まずめを目指してちょっとゆっくり休もうかなと思います。すみません、皆さん、おやすみなさい。おやすみなさい。いや、すぎるだろ嘘ですねはい、はい、もうね、明日に備えて、寝る準備してたんですけど、はい、ちょっとパンチがね、まあ、ワンチャン狙いたいと打ち込みですね。はい、今月が出てるんですよ。こちら満月。月が昇ってくる時と降りる時が自分結構 GT 釣ってて、前回久米島で GT 釣ったじゃないですか。釣ったね。あの時も月が落ちた瞬間だったんですよ。なので今回もちょっとそれにかけて。それはやるべきだね。はい。で、餌はシガヤダコっすね。シガヤダコ、こちらタウテー。さあ、無人島でタウテー入りました。よっしゃ。でね、これね、ここもうかかりました。右に走ったらリーフなんですよ、はい、なのですぐ切れちゃうと。左走ったらいいけどね、はい、左は全然リーフじゃないんで。でも GT ってだいたい来た道戻るんですよ、かけたら。リーフから入ってきてたら、うん、リーフの方走るし、必ずと言っていいほど来た道から帰ります、あいつら。その情報すごいぞ。花城さんとよく話してました、こういう話を。そういう話、都の花城さん。花城さんってのもあるんですね、 GT ハンターの花城さんですね、はい、当たりがあったらカメラ回します。はい、おやすみなさい。おやすみなさい。おはようございます。おはようございます。はい、朝一ってことで、まずは深瀬釣り、うん、はい、で、早速うん、なんかこれ、ナポレオン風ジーだな、ベラカヒロサーが釣れました。
広沢です。これちょっと打ち込みの餌にしましょうね。おパンチヒット出ました。ベラ通称俺とこうちゃんの中で忍者と呼んでます。はい、ベラが釣れました。3匹目はい、なんとパンチの仕掛けを回収した。餌を釣ってるとこっちにナブラがある。さあ、このナブラは何か。めっちゃもどもどしてる ね。下からでかいの来ないかな。バンバンっすね。はい、ナイスモーニングってことでカニでマクボを狙いたいと思います。カニ、こちらガサミですね。取ってマクボダービーね。はい、さあバンバンね、やたらダービー出るんすよ。そう、タマンダービー1回優勝して賞品もらって、それでもうそっからダービーハマってますね。ダービー中毒、ダーチューって呼ばれてますダーチュー取れてる病院から薬出されてる。お前もうこれでダービー出るなよっていう。これで持ちたいと思います。はい、はい、こちら前回もここでやったんですよ。はい、ここでベラだったりいろんなの釣れるんだけど、はい、こちら太い竿、はい、これだったらまあ10キロサイズの魚も上がると思うんで、はい、ちょっとタックル強めっすね。で餌はキビナゴ。キビナゴ昨日夜中の12時ぐらいに来たからね、釣り具屋さん閉まってたんですよ。なので天下のユニオン、もう少しで20万再生いきそうなユニオンっすねユニオンですからあ、なんであれイラブチャイル映ってるかなイラブチャー、あっちこっちにいるね。あっちこっちいますね。あっちにもいるし、いるかな。食べてー食べてー。はい、ひっちゃんさんヒットっすね。早っ。あっ、ウソゴンベ。ゴンベかわいい。ウソゴンベらしいな顔だな。今日目が本調子じゃないんすよパンチ、朝起きたら目が腫れてましたね。衝撃っすよやばいな、痛いかわいそう絶対思ってないだろう。今回選んだ巻き餌はいつも V9 と一緒に配合で使ってる爆用セグレなんす。爆用セグレと、はい、今回はこちらにしました V11。V11、なぜ V11 を選んだかというと、ひっちゃんさんがベラとか餌取りが多いって言ってたんで、うん、これペレットって言うんですけど、あ、これこれペレットで、これでちょっと餌取りに食わしてる間に本命狙おうかなと思って。なるほどね。 V11 結構いいんで、めちゃくちゃまとまるし、あと見やすい。高さあるところではラインベンディングが大事です。見やすい、この巻き絵ね、見やすいよね。おー、いいとこ行った。あっ、もう釣れたよね。ダメだった。おっ釣れてた。何だったっけこれ、湯鯉。湯鯉か。ああ最悪、落ちた。おでかい、ちょっとでかい。ジャンさんヒット。でかい。頑張れ。根に入られそう。頑張れ。頑張れ。あ、見えた。五つ目だ。お、じゃない。違う。船か。でか。でか。やったぜ。でかっ、でかい。ブラックバスかと思いました。やばナイス。あまし人がいてないからこんだけでかくなってんじゃないの。確かに嬉しい。おめでとうございます。はい、この魚はイソフエフキらしいです。イソフエフキ初めて釣ったかも。じゃあなんかオレンジが入ってかっこいいな。はい、ちょっとこれサイズ測ります。目標のね40センチを超えてんのか。あ、無理だ。
40センチこんなでかいんだ。40って意外とでかいんだな。だからな、はい、無理でした。何センチ？37。惜しい。いや、やっぱなんか人がいないからかわからないけど、豊富な種類釣れそう今日。当たりは多いね。当たり多いね、うん、ただ難しいやり取りが。確かに急に深くなるから。ねずれてた、さっきのも。ちょっとねずれただけなのに。新しく買うような糸も。はい、シルキ OK。 ちょっと上に OK。 で、ここでもサメ釣りたい。よし、ここでサメかけたら大変だろうな。大変だろうな。はい、バンバンヒット。サメを釣れました。ヒロシ、これさっきパンチが釣ってたよね。ね、朝一。これも方言なんすけど、宮古広沢のことをヒロシって言います。ヒロシって。ヒロシって言います。マジで。はい、はい、ちょっとね、はい、土管町で今釣りができないんすよ。はい、夜来た時ぐらい浅くなってきて、で、このタイミングで、はい、なんと協力助っ人来ております。マジっすか。で、今日のご飯も持ってきてるから、はい、飲み物もね、はい、今日と明日の、はい、それも取りつつね、荷物いっぱいあると思うんで、はい、一緒に迎えに行きますか。はい、迎えに行きましょう。危ないところだった、ご飯ないところだった。確かにな、怖かったな。はい、迎えに来ました。こちらスペシャルゲスト、ピロさんですね。よろしくお願いします。いや、助かるね。助かる、本当に助かる。で、こちら食材、はい、こういう風にね、塩分チャージね、はい、まあ、口開けたらすぐ塩分チャージなんだけどまあこれも大事ですからね。まだバンバンが珍しいカニ作ったっぽいですね。何？すごく普通。何ラッパガニだったかな、これ。これカメ、あ、なんか石みたい。なんとかラッパガニですよ、これ。カエルにも似てる、そんなカエル。意外とも似てないですか。これガード硬いだろ、見て、どこも攻めきれない。ほら、やばいっすよね。これラッパガニって言うんだ。なんでラッパって言われてる。ラップすんのか。ラッパッパーだからじゃないですか。ラッパッパーだから。早いっすよ、インフムの。見てくださいね。遅いな。う、動いていってた。あ、潜ってた。ほら、早い。ほんとだ、早い、潜るの。消えた。あ、消えた。はい、人でちゃんいますね、ほら。かわいい。かわいいな。食べる、食べてるの、早さいでな。うん、死ぬか。おお、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 気持ちいい。鍾乳洞みたい。こういうところに来たら見たくなってしまうんですよね。本当はボンベとかあったら面白いはずだけど。こっちも見てください。奥まで行ける。上もこんな感じになってる。はい、バンバン準備できたそうです。はい、ここでですね、使うのはこちらチガヤダコ丸々1匹です。おお、なぜ1匹をつけたかというと、はい、男は夢も大きく、チッコも大きくってことでこらゆっくりだけどね、危ないから。 OK、 いいところ行った。はい、待ちたいと思います。はい、はい、バンバンヒット。さあ、なんだ、急に変わったな。変わった。さっき投げたやつか。投げたやつ。チガヤ、行くよ。はい、さあ、乗るか。乗った。乗った。うわ、寄ってきてる。なんだ、寄ってきてる。バンバン、ね、荒いから気をつけてな。オッケー。水切りされてる。水切り、魚が水切りしてる。いいね、いいね、いいね。これは水切りした方がいい。ははははっぽい。うわ、でかい、でかい。でかっ。うわぁ、危ない。だいぶうつぼが飛んできた。これ、餌に上等。白うつぼ。本当に白い。モザイクかかってんな。汗うつぼか、汗うつぼ。汗うつぼって言うの。汗うつぼっすね、この白いうつぼ。汗臭そうな名前。うつぼつって、ちょっとね、これ作った人が、はい、なんと、はい、これですね。また沖縄に来てくれたっていう情報を聞いたので、はい、この手袋をつけて、はい、今日は釣りたいと思います。さあ、優しく。シュン。
じゃあ願いを込めてタオルくてはい、ではこれよりパンチくんによるレッツゴークッキングのお時間になりました。時刻は2時20分になりました。お昼の時間です今日はですね、はい、栄養いっぱい野菜炒め、はい、あ最高だなこれは。もうね、ほんとこういう時にね、自分栄養蓄えないとね毎日醤油ご飯なんでメガ盛りあ、うんぷらざかねひでって書いてある。あ、カレーってなんだ。ドキドキしよう、ウキウキしよう、なんとかなんとかなんとかエブリデイうわいい感じ、やば野菜炒めっすね。いい感じ、肉たっぷり、水分がすごい。はい、料理が出揃いました。おいしそう。こちらですね、野菜炒めっていうか肉炒めになってますね野菜がいなくなってます。おかわりもあるんですよ。おかわり、はい、こちら。はい、みんな最高。みんな、みんな野菜やば。いただきます。買ってくれてありがとうございます。うまっ。先に食べていいですか。どうぞどうぞ。いただきます。やば、おいしい。おいしいか。会場レストランやばい、うん、おいしい。やば、家庭の味。確かに久しぶりの家族円満の時間はい、ひっちゃんさんヒットっすね。あ、番号見栄え、おいしいやつ、イエーイ。これどうするか、はい、食べますか。これ食べる、せっかくだから。そうだね、じゃあ飯盒見栄え、はい、これ美味しいんで食べます。はい、で飯盒見栄えね、たまにひじきみたいな寄生虫ついてるんですよ。これはついてない。ひじき、あー、ついてますね。たまについてるんですよ。これついてない。いいね。バンバンのさは今ドラッグ出てましたね。お、やったー、乗ったヒット。釣れたぜ。水切りしてる。何？ヒロシ？巨大ヒロシ。ヒロシ。カープカープカープヒロシ。すごい色してるな。すごいな。独特しい。テレピアみたいな形してる。確かに。素敵。おめでとう。ありがとう。はい、ピーローさん釣りましたね。はい、ゲットです。瞳ねえね。前もここで釣ったんですよ、これ。あ、こっちですか。はい、アナボコ釣り成功っすね。瞳ハトです。チャレンジジョイ。攻略行ったかも。速攻でかかれてるやん。早い。うわ、来た。でかい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 。あ、でかいと思ったら、まあでかかったんだけど、ビビった今の引き。はい、ひっちゃんさん釣りました。やった、見たことない。これ赤アラの子供じゃないですか。え、でっかくなるやつ。アラミガイ。何このオレンジの模様。赤マダラだった。赤マダラハタ。もう子供、茶色マダラハタみたいなやつ。赤マダラハタ。赤マダラハタ。はい、体長60センチ前後になるらしいです。結構でかくなりますね。今の30ぐらいです。はい、20ちょいぐらいじゃないですか。30センチいかないか。あれが3倍になるんですね。じゃあ怖いっすね。すごっ。でもなんか美味しいんですけど、シガテラとかも中毒魚として市場には出ない。あ、出にくい魚。じゃあ今のは逃がして正解っすね。はい、あれをもうリリースしました。赤かったので確かに怖いっすね。今のところここ超がいいっすね。はい、ピローさんも釣って、はい、あとはパンチがね、今イラブチャ狙ってるんですけど、頑張らないといけない。何かしら釣ってほしいですね。はい、チャンスヒット。さあ、上がってきたのは何これ。大物ハタみたいなやつ。なんだこの暗いの。ねえ、めっちゃ背中強調してる。一見栄えじゃない。ねえ、これ何この暗い。瞳ハタとかかな。はい、パンチね、一生懸命ね頑張ってたんですよ。今日魚、粘って粘って粘って、これですね皆さん。魚に遊ばれてる今。カワハギ。はい、おめでとうございます。なんか複雑っすねとりあえずリリースなんで。これは逃がしましょうね。元気いいっすね。はい、パンツ釣れましたね次は石見栄えっすね。石見栄えっすね。こちらよく見るやつね。はい、やっぱさっきのやつと違うね。背中に黒い形も違いますよね。うん、はい、ここ見栄え系多いな。見栄えだらけっすね。隠れが多いもんな。はい、寝掛かりも多ければね、隠れが多いんで。
おはようございます。おはようございます。2日目の朝ですね。はい。でピーローさんがね、もう早速やってるんですよ、ってはい。で、糸がバンバン切られるよってで、仕掛け先取りに来てて、はい。で、みんな起こされて、で、今から釣り返してるんですね。はい。じゃあ、頑張りますか。ね、朝まずめ今、あちらピーローさんのところに向かいます。はい。あっち釣られてるみたい。遠いんすね。遠い。ここ危ない、マジで。ここ行く場合、軍手もしそうだね。足元ゴツゴツ。ここ誰も通せねえから、パキって終わっちゃうんですよ。お前終わりないから終わりないけど。ピーローさんヒットっすね。イラブチャーだ。はい、ピーローさんイラブチャー釣りました。はい、あざっす。朝一から、はい、ずっとこっち近くぐらいで釣れてるっす。でかい。はい、ハンさんヒット。今日1本目。やべ、根に入られそう。あ、でかいでかいでかい。イラブチャーじゃないこれ。ピョン。でかい。でかっ。やっと、まあ、イラブチャーですね。やっと昨日から粘って、はい、今日の朝一瞬で釣れるっていう結構魚多いっすよね。今日多いっすね。しかもなんか昨日と魚種違う気がする、ね、違うっすよね。いろいろガラッと変わったね。気泡っすね。パンチがなんか謎の未確認生物釣りましたね。これイルカの子供じゃないこれ。これやらかした、もしかして。やらかしたと思うじゃないですか。イルカの子供の可能性出てきたな。クギベラっていう種類らしい。クギベラ。はい。あ、そうなんだ。見て、口が長い。クギのように細い。よかったですね、クギベラ。リリースしましょうね、これ。やった、ギャン。はい、やっと釣れましたね、イラブチャー。ずっと下に見えてたやつ、青い、青く見えてたんすよ、これ。釣れました。ちょっと色がさっきと違いますね。ちょっとサイズアップかな。はい、釣りも終わって、はい、釣り場も流して、はい、こんな感じ。はい、使った後は、はい、戻ってきました。はい、いや、どうですか、無人島。楽しかったっすね。サイズはね、大きくはないけど、たくさん釣る。確かに、数はすごい多かった。数すごいですね。ベラとイラブチャと見栄えしかない。ガーラいなかったっすね。いなかったっす、ガーラいない。ちょっと流れはあったから、いたんだと思うんだけど、オニヒラとか。夜の打ち込みはあれでしたね。当たりはあったっすけど、ね、当たりはあるけど、全然乗るような当たりではなかった、うん、で、最悪なことに、目が。そう、なんかバンバン朝起きたら、また目が。右目ブラザーパンチと同じ現象になったんですよ。パンチこれ昨日なってたんですよ。で、今日は俺がなりました。あれか、なんか今日一緒に対面見て寝てたからそれで映ったのかと思って。はい、ということで今回は最強装備で無人島に行ってみたでした。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。